ほいどうもジャンダルクです。というわけで今回は PS3 版の BO3 というわけで、皆さん長らくお待たせしました。いやちょっとね、引っ越しの方が忙しくてなかなかできなかったんですけど、今日からねちょっと、夏休み期間ということで、更新頻度上げていこうかなと思います。はい、約ね1ヶ月ぶりの更新なんですけど、かなりリクエストコメント多かったですね。まあ、SMG の、初期強かったレーザーバッグを使ってくださいだとか、ベスパー使ってくださいだとか、まあ、SRO ねまだ使ったことないので、SRO のルーカスだとか SVG がちょっと見てみたいですとか、たくさんの、ね、リクエスト来ました。はい、まあ、その中でちょっと自分が今回使ってみたいなと思った装備はこちらのマンオーウォー、まあ、言い方としてはマンゼロって呼ぶ方もいればマンオーって呼ぶ方もいるんですけど、フロート連射速度は低いが威力は高いということで、まあ、知らない方向けに説明をするんですけど、こちら、PS3 版の BO3、アップデがね今まで1回しか来てないんですよ。でそういった形で、PS4 版の初期に強かった、武器っていうのが、ノーパッチ、まあ、パッチが当てられてない状態で、使えるということで、まあ、かなり、昔からやってる方としてはすごい懐かしいんじゃないかなと思います。まあ、そういった形でね、いろいろとやってますので、もし気になる方は、ぜひともね、チャンネル登録と、リクエストコメントの方よろしくお願いします。多分今、現環境であると、KN が多分一番使ってるユーザーが多いんじゃないかなと、こちらの装備。ね、強さを置いておいて、使ってるユーザーで言うと多分一番無難にこれが多いんじゃないかなと思うんですけど、実は昔ね、こちら、魔王がね、一番多かったんですよ。本当にね、ラピファつけなくてもね、めちゃめちゃ強いし、まずブレない。こちらねかなりぶっ壊れだったということで、早速ね紹介の方やっていきたいと思います。これもまた途中参加臭いけど、結構ねこのゲーム基本的に PS4 版で途中抜けするプレイヤーって、忙しいか駆られそうだからとか、駆られてるから抜けましたっていう形が多いと思うんですけど、PS3 版に関しては、おこれは最初からだよかった。PS3 版に関してはめちゃめちゃラグいよホストがいると、途中抜けするって形なんですよ。ちょっと装備ミスったな。基本的に途中参加する場合は回線が悪いと見て、途中抜けした方がよろしいですね、これは。とりあえず今回はこちらのぶっ壊れゴルゴン使っていきましょうか。もうすでに動画は2回ほど使ってんのかなっていった形なので、ちょっとこっち行ったふりして戻りますよ。OK、VMP。VMP も確か強かったっけな。あー、ちょっと待って、リロード。クソイモツー。多分ラグ逃げしたな、さっきの。素晴らしい。VMP ってどうなんだ、強くなったのかな、ちょっと僕わかんないな。昔ずっとクダ使ってたからな、VMP は。ちょっとわかんないけど。まあ、それでもなんか、あんまブレは感じないですね。今ほどブレは感じないけど。後ろか。いるね。よいしょ、危ない。ゴールゴーン。素晴らしい、ナイスアシスト。これはあえてこっちから行って、後ろから、まずは1人カットしてからの、2人目。OK、さあ1回リロードして。ウィーますね。ナイス味方カット。見るよ。おっ、VMP。あれ、VMP 強くない？どうなんだろう。ちょっと使った感覚、すごい、威力高いんだけど。気のせいかな。シーバーで見るよ。合わせ、ほっ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 、シーバどうなんだろう、強くなってないよね、多分変わんないよねこれ。まあいいや、ウィービル、なんか今いろんな武器使ってるけど大丈夫これ。魔王王先輩が一回も出てないんだけど、悲しいな。ウィービル、オッケー、やっとやられた。というわけで使っていきましょうか、マンゼロ先輩というわけで。さあ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 、まあアイアンサイトはこういった形ですね。これは変わってないんですけど、威力と、レートの速さかなと、あとはブレのなさが多分すごい変わってると思いますので、そちらちょっと見ていただけたらなと思います。とりあえずおらへんか、まあ、ここの AR ポジいいね。ここの頭出しは魔王の素晴らしさが発揮できるんじゃないか。待ってめっちゃおるやん。ほっ、よいしょ、オッケー、グラビティスパイク。待ってー、でグラビティスパイク打つとき結構ラグいんだよね。てかどのスペシャリストも打つときね、なんか1段階クッションみたいになるんだよね、割と遅い。そこらへんちょっとネックおるな。この低レートですよ。はい、素晴らしい、全然ブレへんよね。さっき全然リコイル制御してないから。逃げるな。よいしょー、強いー。普通にやっぱいいな。いないか。ほっ、待て、セントリー出してからの1キル、いいっすね。さあ、マンゼロ先輩の力見せつけましょうか。まずは1キルする。じゃあ、ちょっとラグいから早めに切り上げといて。キニティコバさん、ナイス味方カット。いいっすね。いるね。待て、よいしょ。オッケー、1キル。さあ、この高レートじゃない、高威力。素晴らしい、ダブルキル。いいっすね。マンゼロで見るぞ。カバーする。待って、ラグいせいで見えない。待て、よいしょ。俺のセントリー壊すな。 BRM 野郎、オッケー、 BRM 野郎をカットしていく。ちょっとなんか語彙力欠損してるけど大丈夫。 PS3 版の BO3 何喋っても、ディスの内容しか出てこないから、まあ、PS3 版の確か人に確かに失礼だなとは思ったけど、まあ正直これを真面目に実況するのであればラグいし、グラフィッククソだし、なぜこのゲームを発売したっていうレベルなんだけど、まあネタとしては全然ありなのかなという。実況者としてね。うん。プレイヤーとしてはちょっとたまったもんじゃないなと。OK、
結構イライラする部分はすごい多いですけど、まあ、それでも、まあ、ネタとしては全然面白いし、 PS4 版をやったことある人からするとちょっとね面白いというか、あの新鮮味があっていいんじゃないかなと。ウェブオンラインさ、この魔王王の力あっちかリスポーンは OKOK。 いやー懐かしいな。しかしね、これベータ機はずっと使ってたもん俺。めちゃめちゃ強いからね、ベータ機は。本当にレーザーバックと、待って、これグラビティスパイク OK。待って、それ早いって。ほんとベータ期間あれですからね、レーザーバックに魔王をもう一択でしたからね。懐かしいな。ナイスメガカット、いると思うんだよね俺。待って、ランチャーやろう。危ねえ。これね、リロードが遅いのがやっぱネックだよね。リロードが遅いのとレートが遅いことなんだけど、レートに関してはラピファつけると十分だし、てかむしろパッチ前だったら全然強いからね。ナイスメガカット、1キルしていく。ヘッショのダメージも高いからな、そこら辺やっぱ素晴らしいよね。多分今現環境の PS4 版でもね、あの全然ヘッションバンバン決まると思いますので、そういったところで言うと、あ、まあ、そういったところで言うとやっぱヘッション狙うサーチゲーで言うとね、すごい心強い武器なのかなと。30キル6ですのキルレゴというわけで、回線一品でしたね。外国人ホストか、これは辛いわ。さあ皆さんご覧ください、これがウィラーズサークルですよ。すごいなんかあれだよ ね、粘土細工というかのっぺりというかてますよね。モーショントレーナーは残念だな。さあちょっと先ほどのロビーはね、ラグかったということで、なんでこんなグラビティスパイクいるんだろう。10人じゃんグラビティスパイクね、1人だけリッパーだし。さあというわけで今回ちょっとリフレクサイト使っていき、え、あれあれあれんー、あれあれ、ここ雪じゃなかった、あれこんなんやったっけ。え、いつからここあの秋マップになったの。なんかモミジあるし、え、秋マップなってんじゃん、嘘。え、すげえ、秋マップじゃん、ほら雪じゃなくてほらモミジになってる。あ、けど雪はある。あ、やっぱ冬か。なんか季節変わってるんだけど、いつの間に。さあというわけでちょっと途中参加なんですけどやっていきましょうか。さあもう大体のね説明はできたんじゃないかなと思います。まあ、プラスでちょっとリフレクだとか、PS3 版の魅力っていうのをちょっと話していけたらなと思いますけど、ブレイ旬抜けだなこれ。ショットガン相手でも旬抜けだね、いいね。定点最強だからね、俺に勝てるやついねえから。ほった、近距離も勝てるんですね、ショットガンに。素晴らしい、強、やっぱ強いな、本当に。本当あのなんか KN がおもちゃに見えるもんな。どうすかな、おお、来た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 、オッケー。旬どけ、やっぱ溶けんの早いよねこれ。どう見てもなんかあれだよね、 FFAR、まあ、ファマスの追加武器なんですけど、あれのなんだろう、バッチリエイム決まった時ぐらい溶けるの早い。やっぱ強いな。あ、オバドラ溜まった、いいね。オバドラでかけるか。この装備でかけれるんですよ、素晴らしい。低レート攻撃力だからこそできるこの技物。待って待って、電話電話電話、これ引っ越ししてるから、あれ多分引っ越し会社とかなんかあの回線会社とかそういうところ。はい、もしもし、あ、はい、わかりました、はい、了解しました、ありがとうございます、失礼します。待って、おい。ちょっと待って、目の前通過してるんじゃが、危ない。ちょっと待って、音聞いてない、音聞いてない、今ヘッドホン外してるな。携帯ナウ、携帯ナウ、案の定引っ越し会社でしたね。そう、声多分ね反響してると思うんですけど、結構ね広めの部屋引っ越したんでね、皆さんあの今後ともより良い動画というか実写動画がお送りできるんじゃないかなと。オーバードラ使っていくぞ、オーバードライブ、うん、あ、ラグで、ラグと俺のエイムの悪さ。けど普通になんかオーバードラいいよね、なんかすごいこうカクつくっていうか、そうもっさりしてるんだよね PS4 版と比べて。別に悪い意味じゃないよ、そうもっさりしてるからオーバードラあるとすごいこう綺麗に試合が進行するっていうか、低レードすぎでしょこれ。例えばあそこの赤色が敵だとします、ほら低レートすぎ、初段がブレないんだなこれ、初段がブレないんだな、多分初段以降は結構ブレると思うんだけど、初段はほんとブレない。ほら初段だ、大事、初段大事、初段大事、初段大事、後ろから来るなこれ、かわせ、ほ、待って、なんか貫通してるんだけど、待って、味方いるじゃん、弾が切れたわ。やっぱ弾持ちがあんまよろしくないですね、低レートって言われても。やっぱ角間がファストマグは必須かなと。 OK、 この打ち合い、いやープレマスに負けた。さあ定点していきましょうか、右いるねこれ、多分こっちから回ってくるな、かわせ、そっちかー。待って、オバドラ使うか、オバドラ使って、あれどこ行ったあいつ、は、どこ行きやがったあいつ、おった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 、待て、危ねえ。君の武器いただくよ SVGガーディアンやばそうやなあれ、ね、あー味方大丈夫か、オッケー、後ろおるか、ほっ、オッケー、よいしょ。だこのラグ差でさ、格付きでよく SVG 当てれるよね、よう当てれるわ、素直に尊敬です。それは持っていきたい、よーし、オッケー、弾がない弾がない弾がない、弾、グラビティやん、敵そりゃグラビティ5人か、そりゃ強いわ。あのね PS3 版の BO3 だとグラビティスパイク溜まるのめちゃめちゃ早いんですよね。そう昔グラビティあの S サーチで溜まってた時代あったんで、
お、こいつもやっぱ魔王を使ってんな。いいね。さあ一回逃げようか。こいつ食い泥だけですね。ストックなしなんで割といい形で、割とストックない方がね AR 安定するときありますからね。ストックつける派ですかね皆さんは。僕は割と物によりますけどね、魔王とか基本つけなかったですね。サーチのサーチ基本的につけなかったですけど、あそこやばそう。ガーディアン固くねお前の、さっきからずっといるけど、いやーやられた。はい、オバドラ使っていく。このストックの力ですよ。ストックプラスこのオバドラの力で固まってしてるよ。いいね、やっぱオバドラあると打ち合い強くなるな。よいしょ、危ない。なんか同じなんだけど、あれなのかな、多分湧いてくるポジションが一緒なのかな。弾がないね、俺は3発しかないね。3発しか。 BMP ゲット、クダカ素晴らしい。逃げるぞ逃げれへんわ。普通になんかラグいからね、通常のチームデスマッチより弾の消費量が半端ない。 SR か。うーん、この初段さすがですね。だからなんかブレ方がちょっと上上がるだけだからすぐヘッシュ入るよね。狙わなくてもやばそう、それ。ほっ、オッケー。逃げ、逃げたい逃げたい逃げたい。オバドラ、よいしょ、危ない。オバドラは逃げにも使えるんです、攻めだけじゃ。はい、といった形で今回は、終わらせていただこうかなと思います。とりあえず次回上げる動画で言うとこちらの、はい、リッパーですね。リッパーさんと、ピリファイア先輩をちょっと上げようかなと。お前痩せた、ちょっとピリファイア先輩ちょっと痩せたかな、まあ、ちょっとこちらの2つが実は PS3 版 BO3 で言うと割と最強ということで、ラグインでね、すごい近接が強いんですよ。そういったところでね、こちら使っていこうかなと思います。あとはこちらのベスパーと、あとはエルカー9のデュアルウィールドと、SMG 最強のレーザーバック、それぐらいかな。あと SR をちょっと別枠で1本取るかなぐらいでちょっと思ってるんですけど、他もしね、なんかありましたら、もしね、リクエストしていただくと、それにね、ちょっと合わせて、実況の方取っていこうかなと思いますので、もしよろしければ皆さん、リクエストとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、というわけでね、皆さん夏休み入ったというわけで、ちょっと僕もね、これから色々と遊んだりだとかするんですけど、ちょっとね、実況の更新頻度だとか、別ゲームもね、やっていこうかなと思いますので、まあ皆さんと一緒に、夏休みライフ、ちょっと満喫できたらなと思います。それではご視聴、ありがとうございました。ふっ、おっ、よいしょ、相手はスナイパーライフル、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 フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった、これ何、何これ、何スパイダー雲の皮、あ、ちょっとください、しまった、やめろー、何もキーが動かない、駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。